持ち瀬インターチェンジは、鳥取県鳥取市持ち瀬町尾生にある、鳥取自動車道のインターチェンジである。持ち瀬パーキングエリアに併設されており、一般道との接続は、PA 東側の出入り口を使用する。本校では、持ち瀬 PA も含めて開設する。鳥取道計画時には当 IC の設置予定は、なかったが、新直轄方式への変更を受け、出入り口の設置が検討され、 国土交通省が地図インターチェンジ、川原インターチェンジ開通2日前の2009年3月12日付で正式に設置を決定した。そのためか開通直後まで正式な発表がなかった。案内標識は有料区間におけるスマート IC と同様薄紫地のものが使われている。しかし無料区間であるので、 スマート IC とは異なり ETC 装備のない車両でも利用できる。国土交通省が管轄する無料区間のため料金所は設置されていない。上り線下り線ともに同じ施設で設置される上下線集約型の PA である。無料区間なので駐車場も一緒になっている。狭いスペースに駐車場、トイレはステー、出入り口などいくつかの機能を持たせたために複雑な 構造となっており、ドライバーが混乱する事態が多々ある。また、ネクスコ、西日本など高速道路会社のパーキングエリアでは、自動販売機の設置が進められているが、トーピーエーに関しては、当初、設置されていなかった。現在は、バス停に隣接して、自動販売機が設置されている。持ちがせパーキングエリア前述した通り上下線、集約型のため、 施設は上下線共通している。高速バス用のバス停が設置されている。バス事業者では、持ちがせパーキングと案内される。東 IC を経由する高速バスのうち、キャメル港、杉崎高速バス、山陰特急バスを除く、全路線が停車する。いずれの路線も上りは乗車のみ、下りは降車のみとなっており、鳥取方面との直接の行き来はできない。ありがとうございます。